おはようございます。現在5時40分ですね。日の出は6時5分頃だったかな。日の出のだいたい30分ぐらい前。朝焼けがいいことになってますね。最高です。海もベタなぎ。八重山諸島だけじゃないかもしれないですけど、日の出の30分ぐらい前から島内の鳥がみんな鳴き始めるんですよね。じゃあ向こう行きますか。海あったかい。ちょっと気持ち悪いぐらいあったかいね。小潮で満潮が9時40分ぐらいだったかな。今6時40分。私の休みには珍しく快晴、風もそよ風、海はほとんどないでいいですね。私は2週間ぶりの休みなんですけど、石垣島の都会へ遊びに行こうかちょっと迷いましたけど、やっぱりね、私の休みで
晴天は非常に少ないので、晴れた休みは海へ行っとこうかなみたいな感じです。やっぱ椅子があるとね、こういう荷物の置き方できるのはいいよね。だって椅子なかったらね、こっちの砂の上に置かないといけないもんね。うん、じゃあ今日はこれ、お客様からいただいた十勝地サイダー、目室コーンサイダー、目室コーンサイダー、トウモロコシのサイダーっぽいですね。いただきます。朝7時のサイダーです。あ、これうまい。あ、これうまいです。これ最高。やっぱりね、芋とかいちごはサイダーとかお茶に合わないんだけど、コーンはね、お茶とかサイダーに合いますね。コーン最高ですね。あー、うまい。飲み物あんまり持ってこなかった。今日ね、まあ、3時起き予定で、まあ、結局寝坊して、まあ、4時に起きて、まあ、今ここにいるわけなんですけど、眠いですね。眠い。まあ、なんせですね、今八重山諸島寒気なんですよね。なんか雨が降らないから、うちの芝生に朝夕と水をあげてるんですけど、まあ、やっぱ遊びに来る前にも水をあげないと枯れちゃうんですよ。で、まあ、そのためにもね、3時過ぎには起きたかったみたいな感じですね。朝ね、朝のビーチは誰もいないし、すごくね気持ちいいんですけどね、光の角度が浅いから海はそんなに美しく見えないんですよね。ちょっと暗い感じに映ってると思うんですけど、まあ、とにかくねビーチも静かな時間でいいですよ。あ、黒島の方は雨降ってる感じだな。あそこ、これ縦雨降ってるね。夏だね、夏っぽいね。昨日の夜ね、うちの家の中にサソリも入ってきたし、あ、夏だなっていう感じ。思えばね、サソリは結構うちの中に入ってきて、まあ、刺されたことも何回もあって、まあ、刺される時は大体布団の中なんですよね。布団の中で足とか手とか、あとお尻とかを刺されるわけなんですけど、まあ、毒が弱いから、まあ、1日ちょっと痛いなってぐらいなんですけど、いつもねマダラサソリなんですよ、うちに入ってくるのも、うちの庭で見つけるのも。あの八重山サソリっていう種類がもう一匹いて、まだね見たことないんですよね。八重山に26年も住んでるのになかなか見つからないですね。いないのか、ちっちゃいから見つからないのかよくわかんないんですよ。誰もいない。今日午後から雨 50% 予報なんですよ。本当ですかね。いまいち信じられない天気ですけどね。あ、気持ちいい。あ、
でもちょっとあったかすぎますね、水が全く冷たくない。1個目の一番大きなサスの、ね、先端がもうこの辺りですね。あ最高。いいね。周り誰もいないってのはいいよね。まあ妻ぐらいにはいてほしかったけどね。あ、すごいいい感じだよね。
日もだいぶ上がってきて海の色もいい感じです。じゃあもう一回泳ぎに行ってこようかな。あそこに集会寺さん行ってるね。いいね。今日のサバニツアー最高だろうね。はい、じゃあこれ、空色コーラ。瀬戸内の方のコーラみたいですね。あ、海水の塩入り。いいですね。じゃあ空色コーラいただきます。うまい。あ、うまいこれ。
片付けてそろそろ帰ろうかな。まだ10時20分だけど、今日は石垣行こうかな。よっ、じゃあ帰ろう。名残惜しいけど、帰宅します。帰ってね、ちょっと石垣島へ買い物に行こうと思います。じゃあ皆さん、今日もね、まあ大した、動画じゃなかったんですけどまあいつものことですけどね、また次の映像でお会いしましょう。では、そういえばさ、あのエイすごかったね。俺水中であんな大きいの見たの初めてだよしかもコンドイビーチにね、あんなでっかいエイがいるんだね。多分横幅2メーターぐらいで、体長全長多分4メーターぐらいあったよね。でかかった。しかも目があったし、いやすごい、びっくりした。ちょっと怖かった。